さあ皆さん、こんばんは。えー、桑原流営業の極意編、えー、無料ウェビナーを早速始めていきたいと思ってます。皆さん、お元気でしょうかえー、今日はです、ねえー、長野県の佐久市から、えー、この千代田区三番町に2日間戻ってまして、えー、おなじみの風景の千代田区からお伝えしたいと思います。えー、今日はパートとということで即決 え導くクロージング編とということなんですねさあ、クロージングですよ、いよいよ。ねえー、5ステップということを紹介しましたけど、おその前にまたね、えー、今日ももしよかったら、またスーパーチャットで、桑、え、原、ー、頑張れとね、えー、コメントと一緒になんかこのスーパーチャットでおひねりをいただけたら、またありがたく思います、えー。PC、パソコンの方はこちらです。えー、なんか使い方がわからなかったという人もいると思うんで、 えーまあ、スーパーパチャットの方もよろししくお願いします、まあ、前回は、ねまあ、こんな形でやってて、ねえーっとね、本当に坊薩太郎さんで、ね、本当にポイントついた質問とかコメントで、ね、そしてよくこうスーパーチャットもくれてますし畠、ね、山さんもよく、ね、あと服部さんもよくくれてて本当にありがたく思ってます。でえー、ちょっとだけ振り返りますと成果の上がるセールス、営業、まあうーんまあ、コミュニケーションですね。 はこの5つのステップで構成されとい,いうのをお伝えしているはずですこののステップというのはまずはアプローチでこれアーカイブで各このアプローチ問題意識利益というところのこのウェビナーは残ってますからまた復習で見ていただいても分かりやすいし何度見てもちょっとだけまた違った気づきとかねあると思いますでアプローチでは何、えー、ていうのかな 世ん,ん話で和めとかいろいろあると思うんですけれども本質は何かといったら、えー、見込み客もしくは生徒息子さんスタッフ心の扉を開くということがポイントでしたねどうやったら心の扉が開くかということはまたアーカイブで見ていただけたらと思います 開いたところに今度はほとんどの人というのは、えー、この我が社はとかこの商品はとかって言ってプレゼン始めたがるんですけれども本当のセオリーは違うんですね次そこで問題意識というのを引き出すというセオリーがこのステップ2ですね。 この問題意識の引き出し方に成功していないと、えー、今日はいい話をありがとうございましたってって、ね、とっても勉強になりましたまた何か必要な時はこちらからご連絡させていただきたいと思いますみたいな形で、えー、いい感じで進んでも最後空振るんですね、えー、ほとんどの営業の現場というのはこの問題意識を引き出せじゃなくてニーズを聞き出せっていうふうに教えている会社が多いですね。 ねニーズを引き出せっていうのは、まあ、もちろん悪いことじゃないんですけれども甘いんですね、ぬるいんですよ。ね、ど,どういうことかって言ったらニーズが満たされてたら買わないしニーズがうーんなかったら買わなくなっちゃうわけで、ね、ニーズっていうのは軸が今現在のことを言ってるわけなんですね。でね問題意識というのは軸を未来に置いたときにこういった可能性が起きるかもしれない、こういったことがあるかもしれないというものが問題意識ですね。お 早速チャットも嬉しいですね。まさきさんこんばんはよろしくお願いします、えー。松下さんかな、本日もよろしくお願いします。いう嬉しいね。安倍さん待ってましたと来てくれますね。えー、誠さん、ボサ太郎さん、斉藤さん、中島一郎さん、えー、ありがとうございます。またやりますからね。また質問もせっかくライブですからどんどん,どんどんこのチャットでいただけたらと思います。 さあ、ニーズを引き出せっていうところから問題意識を引き出すっていう、これはね、格段にセールスの、えー、レベルは上がってきますね。で、アーカイブでよかったら見てください。そして、利益、可能性を描かせるという、このステップでしたね。この利益、可能性を 相手、見込み客、生徒、息子、スタッフの脳内スクリーンに描かせて映し出して、そのスクリーンの映像で自分がクロージングされていくっていうね、そのセオリーでしたね。これも深いポイントだったと思います。 そうじゃないと、我が社の優位性はとかね、同業他社とのなんかデータを比較を見せたりとかね、何馬力でとか、まあ、どれだけコスト削減ができてみたいなことを一生懸命やってるんでしょうけれども、それはやっぱりね、甘いですね。というところまでを経て、今日は4番目のステップのクロージング編といったところです。さあ、桑原流の営業の極意のクロージングとは一体どういう内容が今日は飛び出すんでしょうか、ちょっと楽しみにしてくださいね。 ね、もちろん、まあ私がもう、あれは平成2年にですね、書き上げたマスターセールスプログラムの中にもこの5ステップは詳しく入ってますけども、少しそのプログラムをベースにして、ちょっとせっかくライブなんでね、違うエッセンスからも切り口を見せていきたいなと思ってます。え、アーチーさん、今日もよろしくお願いします。お、なぬぬぬぬぬぬぬ。 中村正樹さん、僕なりのアプローチ、心全開。いきなりスーパーチャットで1万2000、本当にいいんですかもう、これはちょっともう、ハッスルするしかないですよ、私も。また、具体的なね、質問とかくださいね。えー、正樹さん、ありがとう。そして、ベトナムから拝見してます。海外からクアラスのセミナー見れるなんて感激です。えー、香りさん、マジで。あっ。 池上ちゃんも見ててくれてますね。今日はクロージングですよ。そうそう、いよいよ本題です。さあ、ここのポイントです。見ていきましょうか。そして、次週が一応このステージの、まあ、ラストになりますね。反論処理っていう、それもまたお楽しみ。今日はこのクロージングですで。まずね、世の中のクロージングあるあるから見ていきますか。 世の中のクロージングがあるあるってこんなのありませんかなんかねん、説明はすごい楽しく盛り上がるんだけど、いよいよ契約とか金銭面とかになるじゃない、なんか急に重たい空気感になるみたいな、こんな経験って世の中ってね、結構あるんでしょうかね、あるあるなんですか。あとね、金額を提示するっていう時に、この営業マン、セールスマンのこちらがなぜか、なんか勝手に抵抗感を感じちゃうとかね。 なんかもごもごしちゃったりとか、遠回しにしちゃったりとか、スパースパーって言えなくなるみたいな、ここでなんかテンションやエネルギーが変化するっていうのは、これ要チェックですね。そしてね、圧倒的に多いのがこれです、呼吸が浅くなるんです。呼吸が浅くなる現れはね、やっぱり会話が早くなりますね。で、会話の言葉に重みがなくなります。 うーんズキューンとなんか射抜いてくれたらいいんですけれどもパキュンパキュンパキュンみたいなねなんかそんな感じで言葉数が増えて呼吸が浅くなるこれクロージングあるあるですもちろん私は多分そんなことないと思うんですけれども、えー、まあどんな時でも多分呼吸変わらないと思うんですけれどもね。 うーんまあ、ゴルフで OB 打っても最近は変わらなくなりましたね想定内になってもちろんバーディーとっても変わりませんしこの呼吸というのはもうこの桑原流にとっては一番大切なポイントなんでねあ今度この次呼吸シリーズとかもいいかもしれませんね、まあ、ちょっと脱線しましたけどもこの呼吸が浅くなるっていうのはもうこの営業マンにとって致命傷的なね 残念なポイントになりますからこれ自分にそういう傾向があるなという方は今日ね本当に大事な一日になりますよ。まあ、要するにクロージングあるあるはねクロージングに苦手意識があるっていうことですねこういう方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、今日、ね、このたった1時間ですけども本当のクロージングっていうのは何ぞやこれを理解することで劇的に変わります変えてます もう何十年やってると思いますよ、私これを。もちろん自分でも今でもね、生涯現役ですし、いつもこう現場にいますし、そして、えー、顧問先、えー、クライアント、いろんな会社の研修を通してね、えー、たくさんいろんなのをやってるわけですから、これ劇的に変わるんです。変わるんです。で、なぜならばっていうところからいよいよ本題に入りますよ。今日は割とスパスパ言ってますか。なぜならば、ジャンプ クロージングには大前提があるんです。んなんだクロージングの大前提とはみたいなね、えー。まあもちろん、その前のステップをね、明確にやるアプローチ、問題意識を引き出すとかね、そういった利益を描かせてるかって大前提あるんですけども、ここで言うのはね、ちょっとそういったポイントではなくて、名付けて、クロージングメンタル。あなたのクロージングメンタルどうですか メンタルっていうのはざっくりしますけれどもいろんなメンタルがあるわけですよねわ、えー、かるでしょいろんなメンタルがあるというのは。ここで今日特化したいのはねクロージングメンタルについてクロージングに対してあなたはどういう心構え心の状態心持ちでいますかさあ今日ね劇的に変えるためにいっちゃいましょうか クロージングメンタルの真髄からいきましょう。もちろんいくつかあるんです。いくつかあるんですけれども、クロージングメンタルの真髄いきます。ね、スーパーチャットいただいた中村正樹さん、聞いてくれてますかクロージングメンタルいきますよ。ズバリあなたは、あなたがクロージングしている商品、サービスを心から愛していますかそこに愛はあるんかい これですよ。わかりますかね自分の商品愛してますか愛おしいですか自分の会社、自分の扱っているサービス。ね愛してますかいや、利益はあると思うんですとか。まあ、そんなのは当たり前ですよ。じゃない。愛してますかここが大事なの。なぜならば、 ね何桑ルさんなんか急になんか気、うん、きな臭いこと言ってるなとか思わないでくださいよこれ本当に思ってますから私心から愛してるかそれは人ってねこれ心理学まで解かなくても分かりますよ人って見込み客って生徒ってお子さんたちって社員のチームメンバーってね 商品のサービスとか内容と、これも大事ですよ、もちろん。しかし、それと同等かそれ以上に、あなた自身の雰囲気、空気感を採用、決断の尺度としているということなんです。お、ボサ太郎さん、またいいポイントでスーパーチャットとクーいただきましたね。ほんと食うでしょ このね自分が醸し出している空気感、雰囲気とクロージングの関係性、関連性に誰も着手しない。いや、メリットを感じてもらえなかったですとか、あのやっぱりこう即決っていうのは難しくて、やっぱりあの帰って、まあ、まだちょっといろいろ調べたいっておっしゃってましたのでとかね、なんかね、そんな。ななんんかか他になんかもう ほぼ心の中で決めてる会社があるみたいなんですよみたいなそういうことでねほとんどすり替えますけど違うんですよ。ね自分のお子さんに何かをしてほしいとかねこれもクロージングじゃないですかいい子に育ってほしいってこれクロージングじゃないですか、まあ、うーん学生だったら勉強してほしいなとかね,ね勉強だけじゃなくていろいろ外でも遊んでほしいなとかな,なんかあるでしょそれをクロージングするんですけれどもその時にあなたあなたの雰囲気空気感っていうのをみんな感じ取ってますよ。 わかりますここなんですよ。つまり、クロージングメンタルを確立しない限り、すべてのクロージングスキルは、茶番とかす。もう、言っちゃったよ、今日はもう。そうでしょクロージングスキルあるんです、本当に。 うんイエスバットをイエスイフにするとかね。まあそういったものとか、あの全く人がノーと言えないタイミングでスポンと入れるとか、あの小さなイエスをいっぱい取っていくとか、いっぱいあるんですよ、クロージングスキルって。私得意中の得意ですよ。でも、このクロージングメンタル、要するに、あなたに愛はあるんかいってね、あなた自分の会社愛してるの、商品愛してるの。 そのサービス本当に素敵だと思ってるっていうこのクロージングメンタルを確立しない限りね全てのクロージングスキルっていうのは茶番ですよ技ですよ技も大事ですよでもね本当にね今日はあの一度ねあのこのクロージングメンタルという自分の心の在り方要するにあなたから,から醸し出されている空気感雰囲気っていうものとあなたの契約率っていうものの関連性連動性をしっかり見ていく。 まあこれをしていけたら今日という日はすごい価値があるんですねさあクロージングメンタルをしない限りクロージングスキルは意味をなさないなさないことはないでもね永続的な成功とかね本当の本物本質に向かう営業マンビジネスマンになるってことはもう遠い話になるんですねじゃあどうしたらいいのかそれを今日はしっかりお伝えしますよいいですか2つお伝えします今日は。 どうしたらいいのじゃん方法2つまずちょっとねここでてやばいクアラさん今から2つを言うらしいけど聞いちゃったらどうする聞いちゃったらもうこの方法乗るそるクアラさんよく乗るかそるか言うよなってって乗れないなんか不安だったらもう今日消そうプチってオフにしていいです えー、まあね、ライブで本当に目の前にいたらね、もうそれ空気感で僕も顔見て見抜きますからね、ところが、まあ、ウェビナーですからねあの、僕から皆さん見えないけど、本当にね、ちょっと心の準備してください。この2つなんですよ。そうすれば、あなた、マスタークローザーになれるんですよ、クロージングの達人になれるんですよ、簡単です、いきます。心から 愛する商品出会いを求めるか心から愛せる会社に転職するかこれありですよ。もう大賛成。ねこれはありだと思います。まあ、一番早いかもしれないです。するか、それとも、 あなたの解釈力を上げ、商品、サービスをいろんな角度から見て、今現在ね、いいとは思うけど、ちょっと高いんだよね、業界の標準よりもとかで、だいたいそういう余ったれたこと言う。違うんですよ。いいですか今日この言葉を覚えてください。この言葉はね、多分ね、スーパーチャットくれる、入ってくれると思うんですよね。技より道。はい、そうです。真央さん。ね、サ太郎さん。 油断するとついやり方に重きを置いておりました。なんと自分に矛先を向けて、ね。今日、本当に素晴らしい言葉をサービスしますよ。いいですか高いものって安いんです。安いものって高いんですよ。言ってる意味わかりますか軸が今だと高い安いになっちゃってるんです。わかります 軸が今だから高いか安いかになるでしょ軸を未来に置くと大概安いものって高いんですよ。私ね、あの、なんかこういうと、何、立派ぶってとかなんか冷やかさないでください。僕基本的にカップラーメンとか食べないですね。あの、レトルト食品とかもほとんど食べないです。なんでかって言ったら、 あのまあ、無人島に漂流して何もなかったらもちろん喜んで食べますよなんか被災してそれしかなかったら喜んでありがたく食べますよでも意図的に自分から自ら選んでチョイスして食べないということなぜ高いからですよ、ね、緑の何とかとか赤い何とかとかねあれはスーパーに行ったら200いくらぐらいで売,れるか売ってるんですか僕ら小さい時100いくらだったような気がしますけどめちゃくちゃ高いえなん,なんで200円の高いんですか 高い、今食ったら安いかもしれないけど、それに、それのことでね、それが蓄積されて、将来長い年月で見たら、どれだけのね、まあ、点滴代とか、入院費とか、車椅子とか、もう見たら一生かけたらめっちゃ高いと思うよ。わかります安いものって大概高いですよで。高いものって大概安いですよ。 そうなんです。だから、あなたね、自分の商品はうち、ものはいいんですよ。でもね、ちょっと高いんですとかって、ビビんないでほしい、自分で。ね。要するに何が言いたいか、解釈力、視点を変えて、自分の商品、そしてサービス、会社、どういうところが、ね、魅力なのか、愛するところを探すんです。長所とかっていうのはね、あるないじゃない。あなたが創作するものなの。 そして、そのあなたの商品サービスの価値を自分で自分にクロージングするんです。わかるこれ究極。クロージングの達人になるためには、あなたがまず自分の商品を愛している、愛するというクロージングをまず自分にするということ。自分にクロージングできない人が人にクロージング。それはね、空気感でバレるんですよ。さっき言った。雰囲気なんですよ。 見込み客が採用するかどうかの意思決定っていうのはあなたから醸し出している空気感とか雰囲気がものすごく影響してるんですよ。そのためには何かって言ったらね、もう愛せないんだったらもう転職した方がいいと思いますよ。だってせっかく一生に一回の人生この世に生まれてきて何ともね、楽しみな仕事というものが本当に愛せないけどなんか えー、給料のため、収入のため、支払いのため、いや、うん、やるしかないんですよ、なんてね、そんなことないですよ、職業選択の自由ならなんて、何十年も前から言ってるキーワードじゃないですか。ね、それか、何でもかんでも会社を辞めなさいって言ってるわけじゃない。あなたが自分の解釈力、視点を変えて、自分の売ってる商品、サービス、価値をもう一回創作して、クリエイトして、そしてそれを自分自身にセルフクロージングする。 クロージングの極意は、ここにありましたたセルフクロージングだったんでお、ね、お、聴者も創作、セルフクロージング、究極だ、もう本当にそう思うわ。ね、何をもって価値なのかって、自分が創作するんですよ。そうでしょう。<laughs> そう思わないですか。一枚の絵が何億円もする絵があるんですよ、あのバンクシーさんのとか、ゴッホさんとか。 そうでしょもう何でも価値ってすごいですよね。あの僕またゴルフの話ごめんなさい。あのパターが好きなんですけれども GSS っていうのがあるんですよ。ジャーマンステンレススチールっていうね。その GSS を削り出したパターってスコッティ・キャメロンだと大体100万円ぐらいからなんですよ。パター一方100万ですよ。 でもね価値がある人は価値を自分で創作してあの何とも言えないダカンとダオンと転がり価値を上げるからセルフクロージングしてよ,よしこれは自分にやる自己投資ご褒美で買おうとかねせっかくするゴルフなんだったら一緒で多分何百回かしかできないだから本当の本物でやろうとかっていう自分でセルフクロージングするから買うじゃないですか、ね、そういう人がまた売るから売れるわけで自分で自分にクロージングする これをまずね覚えてくださいサービス商品の価値を創作するというねこれを社内でチームでやってみてくださいねお前はなんだ君は自分自社を愛してるか商品を愛してるのかどうなんだなんて言ったって何も生まれませんよいやーちょっとこの YouTube 一生悪いけど見てくれとね私はもう本当に衝撃を受けたとね 上司ぶって、偉そうぶって、先輩ぶってね、君らになんか説教ばっかり言ってたけど、まず本当に矛先は自分に向けるべきだったと。心から愛してるかって言われたら自信がなかった。みんなはどう思うそして転職するか、解釈力を上げて、ね、価値を創作してセルフクロージングするんだって言われてるけど、どうやったら創作できるかなみんなでちょっとアイデアを出し合おうみたいなね。 いやいきなり転職も考えたけどこのご時世で難しいしねえなんとか解釈力を上げて頑張りたいんだみたいなね腹割って話したらまた何か生まれてきますよなんとなくわかりますズバリ言いますもうねここに腹くくるしかないんですこの2つのどっちかもしくは両方もしくはどっちかね さっきから言ってますように何でもかんでも乱暴にね、えー、転職しろとかもっといい商品を売れよいじゃないかって言ってるわけじゃないんですよ。わかります何らかしらの形で価値の創作ができるんです。高いは安い。安いは高い。えー、っとねど、いつの講演だったかな私の講演会でも話してると思うんですけれども、もうあの、 上がり目の意思決定の尺度の話したことがあるんですね。あの、まあ、お金について、もう常識が全然違うんですよ。上がり目と下がり目。要するに3%の人のお金の常識、10%の人の常識、60%の一般的な人の常識、27%のなかなか豊かになれない人の常識ってね、みんな違うんですよ。わかりますえー、っとね、 これは覚えてておいい。ください、えー、値段が理由で買おうというものは買ってはいけない。で値段がネックで諦めようというものは購入すべきだっていうね、こういうことわざ言葉があるんですね、尺度があるんですね。言ってる、もう今と同じことですよね。値段が理由で買おう、安いから買おうというものは買ってはいけない。 値段が理由でうわこれ欲しいけどなこの金額じゃ魔いったなやめとこうって値段が理由で、えー、諦めるものはこれは買うべきだっていうね分かりますか高いは安いですお畠山さん自己投資は高いけど安いっすねあ自己投資は早いほどいいこれは畠山さんはね私の顧問先の社長ですから本当に 本当に経験してるんでしょうね、えー、学生の頃から、ね、一生懸命講演会に来てくれて、えー、リクルート社で、ね、全く売れない営業マンから一生懸命トレーニングして売れるようになって独立して、ね、自己投資いっぱいしたよね畑山さん本当説得力あるそして高野浩二さん1200円もスーパーチャットありがとう価値は自分で創作するものめっちゃ響きます愛するから価値が生まれるその通りです 「うん、愛はあるんかい」ってあのコマーシャルすごいねあのコピー誰が考えたそういう人と会って酒飲んでみたいねうんちょっとね今日はよく考えてみてください方法はたった2つなんですこのどっちかここに腹をくくれ これのの腹をくくった人には、今日のこ,のこれからお話しするクロージングのスキルとかね、えー、和法っというものは非常に役に立つと思いますよだから今日はねここに少しお時間かけさせてもらってます阿部さんその通り高いは安い安いは高い軸を未来にビビッときました、ね、自分の過去の買い物も見たらはいい分かりますよ あのー、安物買いの善入しないという言葉座ざもそうですかねまさにいろんな、ね、もう歴史がそういったことを教えてくれてますね、うん、これ大事なポイントさあここで一括りして、えー、クロージングメンタルっていう新しい言葉、えー、今日しっかり覚えておいてクロージング対するメンタルでクロージングの真髄は自分自身にまず自分の商品をクロージングすることなんだっていうね、えー、ここまで OK でしょうか。 ここまで OK でしたら次少しねクロージングのスキルセオリーポイントについてお話ししたいと思いますさあいきましょうかねクロージング編ポイント1まあこれはもう我ながらね本当にそうだなこれだなと思うんですね の先行きますかあまり引っ張ってもなんですからあなたのクロージングは犬の尻尾ですかそれとも蛇の尻尾ですかマスターセールスマンはね蛇の尻尾ですわかりますよね犬の尻尾と蛇の尻尾初めて聞いた方は、えー、クエスチョンですか犬っていうのはねお顔ちゃんがあって胴体があって足があって尻尾がプリンとなってるじゃないですか ね、どこからどこまでが胴体どこからどこまでが尻尾尻尾って言ったら子供でもここってさせますそうでしょうそれに対してヘビの尻尾は「待って待ってヘビの頭は何となく分かるけど待ってもど,どっかまでが胴体でどっからが尻尾なの?」みたいなね分かりますこれがクローシングの極意なんです まあ、ヘボセールスマンというかね、クロージング苦手し意識があるというか、なかなか契約が取れない人の特徴というのは、えー、まずアプローチです。ねご挨拶をしっかりします。名刺交換します。さあ、えー、それから、えー、っと会社の理念を説明します。そして商品説明します。えー、さあ、えー、いよいよ、こっからが、いよいよクロージングです。えー 金額的なもの、タイミング的なもの、どうやったら採用できるかについてお話しますみたいな感じでね、ブチ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 切れてる。これはね、犬の尻尾のクロージング。残念ながらこれはマスターセールスのやり方とは違うんです。マスターセールスマンはどっからどっからクロージングかかってたんだろう。どうこう、要するに最初からクロージングなんですよ。だってどこかどこか尻尾かわかんないでしょ。そしてもうちょっと言うと、 もうちょっと言うとですね、うんマスターセールスマンは、のっけからクロージング、クロージングから入りますね。わかります <laughs> どれこれは、ずっと見すぎて言えば難しいかな。あの、ほとばしってきちゃうんですよ。例えば、例えばですね、うんなんか、特別に、あの、や、柳瀬さんから、 あ,あなたに1000万円のメルセデスを本物ですよ、もちろんもう全部名義も変えて、本当にあなたにだけ10万円で売りますと言ったらどうしますか、まあ、これ、極端な話ですけど、も嬉しくないですか、えー、本当ですか、なんか裏がないですか、裏がって、いや、うちも一応、柳瀬の看板背負ってますから、変なことはできませんよ、もう間違いない、こういう今、大キャンペーンであなた選ばれたんです、えー、本当ですか、1000万が10万、嬉しいってなるでしょ。 でお金がないって言っててもそのぐらいのお金なんか作るでしょいや僕は運転しないからいや車とか興味ないって言ったってそれ転売していいって言ったらどうですかね新古車として、えー、600万ぐらいでは最低でも売れるんじゃないですか喜ぶでしょそしてそのお柳瀬のね支店長に声を出るの特別にあなたの大切なご友人3名様にも、えー、この同じ条件で、えー、柳瀬の おー車をね、えー、体感してって喜んでいただきたいと思ってます。えー、3人にいいんですかって言った時にまず誰にあなたは友達として声をかけますか嫌いな友達に連絡します一番好きな友達に連絡しませんかその時にねあもしもし久しぶりえ最近何やってるかなと思ってそうと いやいやよかったら今度お茶でもどういろいろ近況報告でもしあおうよとかなんか遠回しに回りくこいやアポ取りますか取らないでしょ。おおよく出たえらいお前持ってる持ってる持ってるねよく出た。<laughs> えーっとねひとまず何も言わなくていい10万円持っておいで。ああ、うん大丈夫だよ。持ってきたらわかるから。ええ何 あいいのあよかったらいいよ、もうここにもつすけどいいんだねなんかめちゃくちゃ面白おかしく楽しみながら、ウキウキしながら、いきなり黒人から入りませんかわかります、言ってること。いやーって、ちょっとサプライズにしてね、引きつけてから、ね、なんかいきなりベンツが10万で買えるぞという言いたい気持ちもわかりますけど、ちょっとぐらい、なんかなあまりにもこっちが得意で優位だと、なんかそんな感じわかります、この例え。 何か反論しでも言おうもんなら、おわかったわかった、いいよいいよ、いいんだね、本当にね、俺は声はかけたよ、断ったのは君だよ、OK だね、おっしゃん、じゃあえ、あいつのところに今から連絡するから、じゃあねー。わかりますかこんな感じで、本当に愛して、興奮して、喜ぶとね、クロージングから入れる。 まあ今のはね、ちょっと極端な例かもしれませんけれども、うん、僕が営業やってきたのはね、結構クロージングから入っちゃってましたね。ただ、ポイントだけお伝えしましょうか。その時のポイントは何かっていうと、流れるようになっていてほしいんです。流れるように。もう蛇の尻尾ですから、段差がない。わかります心を開く、そして問題意識、利益、可能性のプレゼン、クロージングが、 虹のよよううに重なり合うんですよ虹っていうのもそうでしょうどこからどこまでが赤で次どこからどこまでがオレンジでどこからどこまでが黄色でてちょっとずつこうグラデーションになってるじゃないグラデーションにそんな感じになりながら一体になっているというのがプレゼンの極意これがヘビのしっぽの極意ななんですなんとなく分かってますかね 自分の商品をそれほど持っていたらおどおどなんてしませんね、本当にそう思いますよ、さんはだからこのクロージングメンタルっていったところを腹をくくって2つでしたね。 転職するかそれか解釈力のバリエーション解釈力を上げて長所を創作して軸を未来に置いたら愛すべきところはないか愛すべきところはどころかそこを増幅させて、えー、自分の商品を愛していくそして自分にクロージングをかけていくっていうこのセオリーが非常に大切なポイントになってくるんですね。わかかりますか うーんあとね、犬の尻尾と蛇の尻尾のところをもう少し詳しく聞きたいっていう人がね、まあ今までの研修とか、えー、コンサルの中であったんですけれども、ちょい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 小さなクロージングをかけていくっていうことなんです。小さなクロージング。これは何かって言ったらね、うーんまあ、次回の反論処理の時にメインで出てくる仮説を使いながら、もしこういう可能性があったらお興味ありますっていうね。 いきなり大きなクロージングに入るんじゃないんですね。小さなクロージング、小さなイエスを取るって言うんですけれども、小さなクロージングをね、ちょい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 か、あのー、 なんて言うかな入れていくんですねそれを例えるならば、えー、蛇の尻尾と犬の尻尾の中間で竹の節のように要所要所で竹に節があるようにね要所要所で小さなクロージングを取っていくんですねかけていって小さなイエスを取っていくと結果的に流れるようにで大きな目で見ると蛇の尻尾のようにきれいななだらかな、えー、プレゼンクロージングになっていくんですね例えば まあ皆さんがどんな商品を扱っているかなんですけれども、まあね、全部例題で言えるんですけれどもね例えば小さなイエスということはあ,の、まあ、あって、まあ、今日30分ぐらいのお時間は、えー、メールでお伝えしていた通り今日大丈夫でしょうかであああの大丈夫ですこれも小さなクロージングでしょ。 もう最初から30分時間もらえるって分かってるから30分やりますじゃなくてこれなんかもうちっちゃな誰だって答えられるあのクロージングなの分かりますあよかったじゃあお互いにとってすごく価値ある時間にしていきたいと思うんであの私も早速、はい、ご説明させていただきたいと思いますみたいな形でそこでねもうちょっとこんなクロージングも僕はよくとってたんですねあの今日あの私も一生懸命説明しますから しますけれども、これもやっぱりね、どっちかっただお見合いみたいな、やっぱり相性っていうのもあると思うんですね。あとタイミングっていうのもあると思うんです。でもしうーんいいなと思ったけども、まあ、相性とかタイミングとかでちょっと違うなと思った時には、何の心配もいらないで、あ、桑原さん、今日はね、お話しいただいたけど、ちょっともううちの方向性と違うんですねとか、はっきりあのノート言ってくださいね。 あのなんか遠慮してなんか気まずい雰囲気になるのはあのお互いのためにならないんでそのところはあの OK ですかって言ったら「あわ分かりましたじゃあもうそういう時はすいません遠慮なく言わせてもらいます」みたいになるしこうこう小さなクロージング取ってるでしょそこでじゃあ逆にもしあらー 探してたものだったとかね、なるほど、よく考えたらいらないと思ってたけど、確かにプレゼン聞いてたら、そういう可能性ありますねって言ったときには、前向きに検討していただけますあもしそうだったらあの、ちゃんと検討します。これもちっちゃなクロージング取ってるの分かります。小さなイエス取ってるでしょ。そこで、じゃあいいと思ったら、今日必ず買ってくださいよって言うと、急に重たくなるでしょ。これヘビーになっちゃう。だから軽くてちっちゃなのをいくつかいくつか取っていくんですよね。 うーんな,なんて説明したらいいのかなうーんなんかあの映画とかでもよくこう宝とか掘っててなかなかあれだけどなんか宝の隠し部屋みたいなのがあると「おっ!」となると「 うわーってなんか、まずちっちゃな穴でしょうそれからうわーここかもみたいな形で、あの、ちっちゃいところから大きくしていくんですね。だから、最初は誰でもがはいというようなね。今日お時間確か30分でしたけれども、あの、問題なく今日三十分お時間いただいててると思っていいですかはい。ね。 あの必要ないなと思ったら遠慮なくあの私もこう営業やってますから慣れてますからあの気にせずにあの今日はこれはちょっと違うかなとか遠慮なく言ってくださいねそこのとこッ OK ですか。ああわかりましたじゃあそれ でただ、もしこれはいいなと思った時には前向きなご検討していただけたら嬉しいんですけどもそれはいかがですかあもしそうだったらそうですあよかったみたいな形でいくつもいくつもねあのちょい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 クロージングをかけてるんですね。それによって一連がクロージングになっていくっていうねそれがすごく大切なポイントになってきますね。あとねうんやっぱり大切なのは 間,ですね、間にエネルギーが宿りますでプレゼンやクロージングに間がなくなっちゃう人のことを日本語では間がない間が抜け落ちちゃう要するに間抜けな人と言いますたっぷりとした間を持っていいですか言葉で間を埋めたがるんですよ不安になるとだから「あ」とか「えー」とか「えー」と「えー、あそれ」とですね「えー、あこれも」みたいなね でその心理はこのことも伝えておかないとキャンセルが来ちゃうんじゃないかとかこのことも伝えておかないと採用にならないんじゃないかとかねいろんなその不安からこのこともこのこともって言って言葉数が増えちゃうんですこれを剣山の原理として剣、えー、山の法則って,って例えてますね剣山は針がいっぱいあってそこに行、えー、けばなするやつですね これ、この前も話したかな。それを,手,を手のひらをポンポンと置いても痛くもなんともないですね。チク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 でもそれはなぜ針がいっぱいあるから分、分散するから入っていかないっていうことね。だから言葉も多ければ多いほど、剣山みたいに分散して心に響いていかない、入っていかない。だから言葉数が増えたり、間がなくなって、早口になったり、あれもいいよ、これもいいよ、このこともいいよっていうと、この剣山みたいに分散して結果的に入らなくなるんで、たっぷりとしたさっきの空気感、 そして雰囲気しずるたっぷりにね余韻たっぷりにねサスティーンを効かせたように間を持ってクロージングするでその時も「いかがですか採用されますか?」っていうねイエスノーをもらうっていうクロージングのスキルはこれもまた二流になってしまいますね。 えー、その時の大切なスキルは、えー、こちらから始めますかそれともこちらも一緒にやりますか分割払いにしましょうかそれとも、えー、ご一括でご入金いただけますかどっちかを選ばせるというこのやり方ねこの時、ね、やるかやらないかじゃなくてどっ,ちかやどっちでやるかというねこのうーん決断させるんじゃなくてチョイスさせるチョイスしてもらう選んでもらうというのもこの辺の中で、えー、大切なセオリーになってきますね。 この辺まででいかがですかがすそうすると、えー、虹のようにうーん重なり合いながら蛇の尻尾のように竹の節があるかのように要所要所でちっちゃな,ちちゃな簡単なクロージングをとっていくと相手は、えー、このことにもイエスと賛同したなこのことにも自分はイエスと言ってるなというふうに潜在意識があこの人にはイエスと言ってるんだな自分は、えー、興味があるんだな心を開いてるんだなという心理状態になっていくんですね。 だからこういったスキルはあるんですけれども一番最初に言ったようにやっぱりクロージングメンタルがしっかりしてないと茶番となってしまうというかね、まあ、技の一つになってしまうというかメッキになってしまいますからこの辺をすごく大切に、えー、掴んでいってください。 さあポイントをいくつかお伝えしましたね少しおさらいしますよ、えー、要所要所で小さなイエス小さなクロージングを取っていくということそして流れるようになっていくといったポイントをもう一つお話しするとこれなんです安心本音なぜならばこの3つのワードが まあ、価値としたらどのくらいの価値になるのかな。全部私の会話は安心本音なぜならばの繰り返しループで作られてます。わかりますこれをクロージングで使ってほしいんです。人間というのはなぜならば安心がないと心も財布も開きません。契約なんかしないんです。だから常に安心感というものを与えてなきゃいけない。安心というもののうーんメーターが下がってきたなと思ったら クロージングなんんんかしませんよませよた安心に戻るんで,すで、す安心が確信してるな、安心な状態にいるなと思ったら、これは心の扉が開いてますから、そこで本音を言うんです。いや、できればこれ採用いただきたいんです。これをズバッと言えばいいんです。言えない。で、ここで終わるからね、なんか気まずくなるわけで、なんでかというとですね、なぜならば、 いいですか安心で心の扉が開いたら本音を言う本音というのはやっぱり採用してほしいでしょご紹介いただきたいというかできれば今日決めていただけたら嬉しいとかこれだけじゃなくてこれも一緒にやってくれたら嬉しいとかこれが本音でしょでそこでなんでかというとですねこのなぜならばで相手の耳映像理解映像そして踏み落とす腑に落とさない限り人はサインアップ入金契約しません。 なぜならばというくだりからがようやく相手のふに落とすふにアプローチする言葉になってくるんですちょっと難しいですかねサトルさんよろしくお願いしますそうですね頑張ってますよ頑張りますよあ池上さん結局潜在意識の領域その通りなの潜在意識の領域潜在意識が不安を感じてたら人は財布も 契約も心も開かないから、まず安心。安心というのは何ですか無理くりなことをはちゃめちゃなことを言いませんから、安心してくださいねとかあの、いいと思ったらでいいんですよ。そうじゃなかったらはっきり断ってくださいねって、一発目にもうアプローチというかで言ってましたよね。でこれであ、そうなんだ、断ろうと思えば断れるんだという安心で、でもいいと思ったら前向きに検討してほしいんです。何でかというと、これはこうでこうでこうだからですね。 で本音を言うと、また人というのは心をちょっと閉ざすんで、ね、そこでまた安心してください,い。無理に今日って言ってるんじゃないんです。なんでかというと、こういうことなんですねで。これはすごくあなたとの何々さんとの、ね、を大切にしたいから、無理を言うつもりはないんで。ただ、もしいいなと思ったら、採用していただきたい、ご紹介いただきたい。なんでかというとですね、これを繰り返す。これを自分の息子さん、娘さんに使ってみてください。 子供が安心してますかまた叱られるんじゃないかまた正論かざされるんじゃないかあれマジですか中村さんもうちょっと後でちょっと私の LINE つながってなかったらフェイスブックかなんかでメッセージくださいちょっと個人的にメッセージくださいなんかこれは私からちょっとお礼をしたいね えちょっとどっかで一緒にお食事するとかお茶飲むとかもしくはなかなか会えなかったらちょっと私からねあのこの気持ち今度私が答えたいんでね「中村さんありがとうございます」「今日二2回にもわたってこんな高額なスーパーチャットくれてあのー、もう本当勉強できて心から嬉しいです」なんて「なぜならば桑原さんの言葉もうまさにじゃないですか心開いていって嬉しい」って本音伝えてくれて「なぜならば」で早速応用してくださってる。 そうこのループを、ね、作ってほしいんです、ずっとこのループ。ね、まず自分の、ね、お子さんとかうーん学校の先生だったら生徒さんね、えー、安心というものが何よりも大切なフィールドになるんですね、その上にしか生きれない、その上でしか何も生産性も本質に向かえない、そして安心したら必ずに人というのは心の扉が開く、そしたら本音というものを怖がらずに伝える。 本音っていうのは何ですかできれば買ってほしいよかったら今日採用していただきたいできたらご紹介いただけたら嬉しいんですとかねまどろこしいこと言わないんですできたら勉強してほしいんだなんでかわかるここからが腑に落とすためのプレゼントここはすごく丁寧に優しく届けるようにねうん染み染みていってもらえるようにでも本音っていうかなぜならばでまたでも結局やらなきゃいけないのかって安心 がなくなってきたら不安になってきたらでも何々ちゃんのペースとかもあるし、うん、考え方も価値観もあると思うからな何でもかんでもね一方的に無茶を言おうと思ってるわけじゃないんだそれはまず、えー、分かってねってでも、もしできたら少し自分の部屋だけでいいから片付けてほしい。 なんでかわかるみたいな。これずっと親子バージョン、先生、生徒バージョン、見込み客対、えー、営業マン対見込み客バージョン、社長対スタッフバージョン、リーダー対部下バージョンみたいなことでやっていくんです。そうしたらこのクロージングというのは何も商品を売るだけじゃないんですね。商品を売るだけじゃない。何にでも使える。そしてこのセオリーこそセルフクロージングに使っていただきたい。このセオリーこそ セルフクロージングに使うんですよ。わかりますえ、自分が自分に何え不安不安不安って何だろうみたいなね。不安だらけですよ。ね。決めたらやらなきゃいけないんじゃないかとかね。や,やってもまたできなかったらどうしようとか。例えば、英会話の教材、結局、タンスのお肥やしになったらどうしようとか。不安っていっぱいあるでしょ。で、かけた分の元が取れなかったらどうしようか。 だから安心して何もかんでももうこれしか方法は手段はないわけじゃない本質に向かえばいいんだから桑原さんも言ってるじゃん本質が大事で手段っていうのはあんまり価値がないって言ってるから大丈夫じゃんねだからもう,もうちょっとリラックスしてちゃんといろんな本質がキャッチできるような状態でプレゼンだけ聞こうでももし自分にこれならいけると思ったらやっぱり 自己投資だし自己成長したいって前から言ってたじゃないだからそうしたらやろうよだって何でかっていうとさやっぱり、えー、これからは学歴社会でもないし人間力だとかね自分力だとか言ってるからやっぱりそれを磨く最初のステップとしてはこういったものをねう桑原さんも言ってじゃあじゃあまずは他力を借りて他力をつぼとこつえてから死ぬほどの自力だっていうことだから今のままだといきなりだから自力でやるしかなくなっちゃうじゃないって だから本当にいいものだと思ったら、えー、怖がらずに今回自己投資してみないね,ねでも無理しなくていいと思うよでもやっぱりタイミングでさ支援だし,だしよかったらこれ今回やってみようよだってなんでかというとさだってもう50だぜもうそろそろやらなきゃとかねもうあらかんだぜもうすぐ60近いんだから今からでもねなんとかの手習いって言うからまだ遅くないと思うし。 好きな分野だと思うよみたいな感じこれ自分に言ってる自分にもやってる <laughs> でセルフクロージングだからまあグアラは人へのクロージングもまあ多分上手な方でしょうまあ大概何でも物も売る,売るし巻き込むしエンロールもするんですけどその手前には全部まず自分をエンロールしてますよ自分にクロージングかけてますよあっぼ太,太郎さんね中村さんすごすぎる 僕,の気持ちを僕も気持ちを形にできるように頑張ってまいります。もう十分です。もうボサタ太郎さんもね、いつもこれで僕のことを応援してくれてる。もうありがとう。鳩まで投げてくれてるの。本当気持ちも嬉しいです。ね、この安心、本音なぜならばっていうこのスーパーループ、これをね、ずっと繰り返していったら何でもできるんです。そして何よりもセルフクロージングのために。 この安心本音なぜならばを使うというね、えー、ここまでのセオリーなんとなくお分かりいただけましたでしょうか、えー、まあね小さなイエスを取るとか竹の串のようにしっかりね信号相手の心の信号を確認するとかいろんなスキルもあります少しだけご紹介しましたけれどもただし今回の一番のメインは。 桑原流のクロージングの達人になるには、クロージングメンタルを確立する。ねえー、あなたに愛はあるのか。なぜならば、クロージングとは愛だから。クロージングは愛ですよ。うーんだからねうん、どうでもいい商品だから、なんかあの愛のない言葉をみんな言うんでしょうね。愛のない言葉って分かります 私はあなたに今日情報を伝えましたただし決めるのはあなたですってね一見すごくスマートでかっこよさそうです素敵そうなんだけど僕はそんなこと言わないしできないねだって本当にこれは必要でこうでこういう可能性があると思ったらこれは本当に今日頑張ってさ前向きに考えてこれ決めない一緒にんか力になるからなんかやれる方向性考えないって言いますよ。 決めるのはあなたですなんてなんかあんまりそんな無責任みたいな冷たい言い方できないなあ,あのね何て言うのかなこれも例えば悪くてねなんかいじめないでくださいよ例えばね僕に大親友がいますけどもなんか事業で失敗してね事業で失敗してなんかビルから飛び降り自殺なんて考えちゃってさその場面に僕がいたとするじゃない。 その時にね、お何やってんだ、そんなんことこで。落っこったら死ぬぞ。<え>おな自殺なんて考え,考え直せ、ね。まだやれば何度と頑張れるよ。お前、やる気も魅力もあるんだから。でも俺は今日お前に、ね、可能性を伝えた。でも飛ぶか飛ばないか決めるのはお前だ。ね、決めるのはあなただなんて言わないでしょ。何やってんだ。どうした何があった ちょっと待てちょっとだけ待て、ちょっとまず俺の手を握れって言ってね、まずこの柵の内側に来いって言ってね、なんか決めるのはあなたですなんて言わないでしょ。クロージングって愛ですよ、本当に。うん、もう今うちあの豆柴のゆめちゃんっていうね、あの3ヶ月になる可愛、えー、いいパピちゃんいるんですよ、豆芝やけんのね。しつけって愛ですよ。 うーん愛がなかったらしつけなんかできないですよ。うーん可愛がって終わ,で終わるでしょうね。だって可愛いんだもん。何でも餌あげて、おやつあげたら可愛が可いいじゃない。懐いてる尻尾振って懐いてくるし。でもずっとそんなことばっかりやってしつけしなかったらどうなります大きくなって吠えちゃったらどうなりますかどこでもかしこでもトイレ失敗したらどうなりますかねえ、だん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 ちっちゃい時は可愛いですよ。でもこんな大きくなったらどうですか ね、人のこと噛んじゃったらどうですか、ね、山に捨てちゃう保健所に出しちゃうとかね可愛がるっていうのはこっちの都合です愛するっていうのはそのワンちゃんだからうーんプレゼンっていうのは、まあ、こっちの問題クロージングっていうのは愛なんですよお中野光一さんね練馬倫理法人会の会長になった中野光一さん嬉しいねセルフクロージングを高めるために 想像力、空想力を磨き上げる。いいですね。泣けるすたけさん。本当にそうだよね。だからね、うん、クロージングがついつい強くなっちゃうんだよね。まあ強いぐらいでいいんじゃないかな。ね、クロージングとはアイデアある。 まあ、今日もねいくつかの例え話があったと思いますけれども、えー、まああっという間にもう,もう1時間になっちゃうんですけれどもねこの「安心本音なぜならばの」のこのループを使いながらそして犬の尻尾ではなくて蛇の尻尾そして竹に節があるように要所要所で小さなクオリファイっていいますけれども小さなイエスをしっかりとっていくとかね。 あとはあなたの空気感が、えー、クロージング契約率とものすごく連動性があるんですよ。で、えー、クロージングメンタルって何だったっけな、クロージングメンタル、そうか、心から自分の商品好きかな、愛してるかな、サービス愛してるかなっていうね。 そうじゃなかったらなんて言ってたっけ愛する商品を探す旅に出て会社を辞めろでもそんな乱暴なこと言ってたわけじゃないよな会社力想像力を高めて、うん、価値に違いを作って創作していくんだったな高いは安いって言ってたなとかねそれでも本当にうちの会社の商品はインチキだと思ったら辞めてもいいと思う。 でいやいや収入のためにとかいや生活のためにとかそんなのにとらわれなくてね一生に一回の人生は本質に向かうべきだと思う 嬉ししいいでで、ね、ですすすねねそうよアーチさんん、ね、幸せにななって欲しいからなんですだから自分が売ってる商品は本当に世の中のためになるとかあなたのためになるこの子のためになるとかこいつのためになるという,うメソッドを持ってるとか商品を持ってるとかサービスを持ってるとかそういった熱い人情友情愛情を持ってるかとかっていうのはねすごくクロージングに向けていただきたいですし、うん、逆にクロージングしなかったら伝えたで終わっちゃうんですね。 えー、ということで、えー、今日のこのクロージング編はいかがだったでしょうかたくさんまたチャットスーパーチャットあ中野さんも入れてくれてたんですねありがとう本当に嬉しいですもう,もう金額もうそうですけどもそれ以上にその気持ちもう桑原頑張れという、ね、メッセージだと思って愛が伝わってきます皆さんからのスーパーチャットもコメントもありがとうございます、えー、もうだいぶあっという間になってきましたかね、えー、あ えー、中村さん、桑原さんの言葉で営業で稼がせてもらった、身、えー、だから少しでも恩返しがしたかった、本当,、ね、本当に一回ちょっとご飯でも行こうねね、お酒飲めたら一緒に付き合ってくれたら嬉しい。えー、YM さん、桑原さんの熱い思い、魂に響きました、いつもありがとうございます。本当にもう終わりがけまたこんな嬉しいじゃないの、もう終わりたくなくなっちゃうじゃないの。えー、ということで、 あの、マスターセールスプログラムね、ソーシャルアライアンス、岡根吉樹社長のソーシャルアライアンスのマスターセールスプログラムにも、このステップが詳しく載ってますから、お持ちの方はまたそれを一からね、レッスンを受けてみてもらうのもいいですし、またこのアーカイブでね、このセオリーを繰り返し見ていただけたら嬉しいですし、またね、あの、まあ、説明欄にちょっとあの貼っておこうと思いますけども、私があの主催しているコミュニティで、 大人なじみクラブっていうのがあるんですねこれは大人になってから出会ったんだけどもまるで幼なじみのように払って本質に向かうために、えー、本当にこう踏み込みあったりじゃれあったりできるね大人になってから出会った、えー、幼なじみ大人なじみになろうというクラブを主催してるんですね。 月会費は1500円なんですけれども、めちゃくちゃいっぱいいろんな動画があるんですね。それが見放題です。あのまあ、今日のは無料の,あのコンテンツですけれども、あの有料の、とってもない内容の濃いですね、深いコンテンツがいっぱいあって、それ全部見放題なんですね。で、まあ、1500円という月会費はね、えー、高いですか高いは安いですよ。えー、安いですか、えー、安いけども価値は高いですよ。 あのまあ、僕は毎日新聞の拡張員をね二十歳の19の頃やってたんで新聞る読むんだって今月4000とか5000とかかかる1500円はね本当価値があると思いますそしてこの大人なじみの中でこうやって出会っていくコミュニティっていうのも本当に皆さんの人生の大切な宝物になると思いますからよかったら「大人なじみクラブ」ってどんなものなのかなみたいなのをちょっとサイトから見ていただいて、えー、ねっ。 あの無理は言いませんけどもって安心してもらってでもいいなと思ったらメンバーになってほしいんですねなんでかというとそこでの出会いそしてまた、えー、桑原の有料のコンテンツはやっぱり有料なりにねあの響きとか目から鱗いっぱいありますからそれを皆さんの中の現場学として応用していただけたら皆さんの費用対効果1500円とか払う価値以上の収入とか喜びとかになって帰ってくるでしょう。まあでもあの ね、サイトを見てるわけで桑原が直接黒字にかけるわけじゃないから強烈な黒字にかかんないから安心してくださいね、えー、じっくりゆっくり見ながらでももしいいなと思ったら、えー、鉄は熱いうちに見てですからポチッとクリックして大人なじみメンバーになってほしいなんでかというとですねもう繰り返してるでしょこれななんとなくわかりますかおうちの専務、えー、事務局の代表の西岡弘、えー、もです、ね、大人なじみクラブって言ってくれてますね。 1>, 1時間早すぎる安部さん愛に包まれる嬉しいじゃないおイチローさんねえ奈良県代表中島一郎ーさんスーパーチャットサンキューと一緒にありがとうたけさんもまたありがとうはい嬉しいねえこの本「安心本音」なぜならば、ね、今も実践ちょっとしてみたと思うんですけども本当に気がついたらやってるでしょ これが、えー、究極のヘビーの尻尾のクロージングでありそして、えー、そこのスキルとあなたのクロージングメンタルが一つになった時にはものすごい素晴らしい成果となってあなたの人生ビジネスに訪れてくることでしょうあっという間でした次回は9月28日月曜日今日と同じ22時から開始されます本質に向かうための反応処理 ね、これちょっと意外に思うかもしれないでしょ、この究極のステップに向かっていったら、本来反論、反論って出ないんです、ほとんど出ないです、それでも出るっていうことは、何らかしらのものことがあるんですね、それもちゃんとご説明します、そしてその反論というのはね、あのプレゼントクロージングがいまいちだったからの反論じゃないんですよ、これ、ここまでいっちゃったら、もうあれかな。それは、ね、お子さん生徒さんん生徒 社員さん、見込み客さんからの、これ気づいて、これ感じ取ってっていうね、プチ SOS なんです。それがたまたま反論と通すっていう形で出てるだけで、あなたとそのお子さんや生徒さんや見込み客さんとの距離感を縮め、 関係が深まるための大切ななセオリーなんですね、えー、それのための反応処理で、まあ、反応処理という言葉を使っていること自体がちょっとねナンセンスかもしれませんけれどもそういう意味ですからね楽しみにしてください。だから本来のセオリーで言ったら出てこないでもそれでも出てくる何かっていうのはまあプチ SOS ですよ。あのまあ、それをどうやって、えー、コミュニケーションするかによって関係性が深まったり高まったりっていうね。えー インフルエンサーとなってね、あなたにどんどん紹介をいただける素晴らしい顧客になってくれたりっていう可能性が眠っている大切なセオリーですから、9月28日の月曜日22時、ここ3番町、もしくは長野県うぐいすの森からお伝えしますから、またお会いしましょう。最後、改めまして、もう一度お礼を申し上げます。たくさんの方のスーパーチャット、中村さんから始まり、菩薩太郎さん、そしてたけさん、 高野浩二さん、阿部さんも本当にいつもありがとう、そしてまた中村さんがとっても高額のチャット入れて、また坊ずさ太郎さん入れて、中野浩一さん、倫理法人会の会長さんも入れてくれて、中島一郎さんも奈良から入れて、たけさん、最後、愛と一緒にスーパーチャット、感謝してます、当たり前だと思わずに、本当にありがたく受け止めて、またこれも私自身の糧として、皆さんの現場、現場学に役立てるような。 このセミナーを作っていきたいと思ってますあっという間でした涼しくなってきましたね、えー、これから台風シーズンとかいろいろありますけれども、えー、自分のメンタルを鍛えメンタルを確立しながら楽しく、えー、豊かに過ごしていきましょうそれではまた会いましょうさよなら